動画ご視聴していただきありがとうございます。ということで今日はですね、ポップダンスの基礎ステップを中心に足をね強調させるような動きをこう多く取り入れた即興を踊ってみました。はい、最近ですね、ウェーブを自主練結構することが多かったりとか、強いヒットを打とうみたいな意識が強くて、足の動きが結構おろそかになってたなというふうな反省があったので、今日はもうステップねいっぱいやってみました。はい、ウォークアウトでボトムファーストでクレイジーレックスって呼ばれるスタイルの、まあ、動きの一種だったり、あとムーンウォークとかサイドウォーク系のあとオールドマンですね、あとターンであったりロールであったりとか、とにかく足を使うような動きを、ね、入れてみました。はい、僕が普段毎週ね、やってる月曜日のレッスンではそういった基礎のステップを一個一個練習していって、でさっきの動画ほどではないんですけど、じゃあウォークアウトとボトムファーストとオールドマンを使って即興踊ってみましょうみたいな感じで、そう課題をね設けて、そのステップを使って即興で踊れるようになる訓練をするので、はい、今みたいな踊りとか自分の中でステップ強調したいなとかね、例えばナンバー出て自分の手前の人がめっちゃウェーブとか、ね、ロボットとかをやる人だから、じゃあ自分のソロになった時はあえて足をめっちゃ見せたいなとかっていう風に、自分の中でこういう風に踊りたいって思ったものをちゃんとアウトプットするっていう練習をねしておりますので、ぜひですね月曜日の19時半から2時間ですね、はい、都内でレッスン毎週やっておりますので、今日みたいなねダンスとか踊れるようになりたいよっていう社会人の方とか、うん、結構反復練習する時間がなかなか家とか、自分でねスタジオ借りてできないっていう人向けに、ちゃんとアウトプットまで込みを、レッスンのカリキュラムに入れて指導してるレッスンとなりますので、時間がいっぱいある学生さんというよりはなかなか時間が取れない、社会人の方に結構おすすめなレッスンとなっておりますので、ぜひですねインスタグラムと公式 LINE、どちらもありますので、はい、そちらでレッスンの詳細を確認していただければと思います。で技の名前ね一個一個ちゃんと理解した上で練習したいよという人はオンラインスクールもやってます。はい、そこでちゃんと、今日は、オールドマンのレッスンをしますとか、ね、今日は、ツイストフレックスのレッスンをしますとか言いながらレッスンやってるんで、そういった体系的に、ね、学んでみたいよとか、でもそういう風に名前がね分かったりするとまた練習もしやすいので、はい、オンラインスクールも月曜日のレッスンもどちらもおすすめでございます。はい、で、自分にぴったりなレッスンを考えて、それをちゃんと教えてほしい、でその練習した成果をちゃんと見てさらにフィードバックが欲しいみたいな人はマンツーマンレッスンもちょっと結構お高いですけどやっておりますので、興味がある方はぜひお問い合わせください。はい、ということで最後まで動画をご視聴していただきありがとうございます。これからもねちょっと基礎の練習をしっかりとやって、でそれを皆さんにお届けすることで、あ、こんな練習方法あるんだっていうのをちょっと皆さんにも間にもお伝えできたらと思います。ということで今日の動画はこれでおしまいでございます。また次の動画でお会いしましょう。